はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんでてしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、血栓についてお話しします。血栓ってね、すごい血液にね、重要なねキーワードなんですよ。今実はね、新型ウイルスの後遺症にね、大きく関係しているのがね、血栓なんですよ。ほんでこれに対してね、すごい問題にねされたワクチンがあるんですよ。それはね、イギリスのね、某大手製薬会社がね開発したワクチンなんですけどね、それを使ったことが原因で血栓ができるというね報道がね流れたことに対してね、その製薬会社はね、この14日にですね、イギリスのオックスフォード大学と開発した、ね、その新型ウイルスワクチンの接種データを、ね、検証した結果、血栓との因果関係を示す証拠は見つからなかったよと、ね、発表しました。まあ、この会社もすごい焦ったでしょうね。その新型ウイルス対策として、ね、開発したワクチンがですよ、もう同じような、ね、その後遺症が出てしまうと、ね、噂されてね、もう危うく信用をなくすとこやったんですよ。でもね、その因果関係が見つからなかったということで、まあ、これから先もね、世界中の人たちのためにですね、開発を進めていってほしいと思っております。ほんでその最初に出てきた血栓なんですけどもね、その血栓が新型ウイルスの後遺症に、ね、深く関わっているということなんです。以前の動画でもね、もともと血栓があるような病気の状態の人やったら、新型ウイルスに感染してしまったらね、こう重症化、重篤化してしまう可能性が、ね、あるとね、お話ししたんですけどもね。ほんで、もともとある人もそうなんですけど、ない人、血栓がない状態の人がね、新型ウイルスに感染したら血栓ができてしまう人が多いという問題がね、これ明らかになってるんです。そんな患者さんがね、多いとされている僕たちがするこの日本ではですね、その新型ウイルスの感染者数がね、今44万人を超えていますけどね、この中で亡くなった人っていうのが約8300人でね、まあ、外国に比べるとですね、すごい大幅に少ないんです。でしかもその亡くなった方っていうのはね、まあ、70歳以上の高齢者が多いんですけどもね、9割近くを占めてるんですけどもね、30代が11人で、20代はね3人しかね確認されておりません。でほとんどの人がですね、軽症か、もう無症状で回復しているってこともあってですね、この新型ウイルスに感染しても大したことないよとね、この楽観視するね声もね聞こえてくるほどなんです。でこの情報がね蔓延してしまってですね、緊急事態宣言が解除された途端にですね、また検査を受けて陽性反応が出たというね、感染者数がね大幅に急増してしまっているんですよ。でもまあ、このね、その感染者数が増えたということはですね、まあ、今まで自粛生活を続けてたことによって検査を受けてた人が少なかったからというだけであってですね、解除したことでですね、検査に出向いてしまう人たちが多くなってしまって陽性反応が増えたということがね、考えられるというね報道もあるんです。だからね、根本的な感染を減らさないことには、これからもね、検査をするたびに陽性が増えていてね、また緊急事態宣言がわーって発動してしまってね、もう東京のね、あっちの関東のらへんなんかはですね、もうさらにね、期間がね、延長されるかもしれません。だから根本的な感染の対策としてですね、ワクチンの接種がね、進められているんですけども、そんな中、ワクチンを接種したら血栓ができてしまうというね、噂がね、されてしまってですね、余計に接種する人がね、減ってしまって、陽性が増えてしまうことになります。怖いですよね、こんなことってね。でそんな噂を聞いてね、やっぱり接種せえへんわということもあるしね、それが原因でね、感染してしまったという患者さんがね、これから増えてくるかもしれません。それにね、もうワクチンとか関係なく新型ウイルスに感染してしまって、まあ、回復した人もですね、今度は後遺症をね訴えている人がね、すごい増えてるんです。なので今ね、その後遺症のね、専門外来をね、こう設置するね、クリニックとかね、病院がね、まあ、たくさん増えてきてるんですよ。国立国際医療研究センターの、ね、調査によりますとですね、退院した新型ウイルスの患者さんの約 76% が後遺症を訴えているといいます。その症状はですね、倦怠感が最も多くてですね、まあ、その他にもね、気分の落ち込みとかね、思考力の低下で、頭痛で、息苦しい、体の痛み、不眠、動悸、食欲不振のね、嗅覚障害、匂いがね、匂わへんくなったわっていうのと、あと脱毛でしょ、味覚障害ですね、その他多岐にわたるんです。またね、その後遺症をね訴えてる患者さんはね、20代か40代が最も多いというデータもあります。
で、こうした後遺症がなぜ起こるのかというのはね、まだはっきり分かっていませんけどもね、まあ、一因として考えられるのが血栓だと言われています。中等症から軽症のね、新型ウイルス患者をね、受け入れている某病院ではですね、新型ウイルスに感染した患者さんは血管内で血液の塊が生じる血栓症というのがね、起こっている割合がね、明らかに多いようで、まあ、できた血栓がね、こう体の中のね、あちこちのね、血管にね、こう詰まって、血流が悪化することでね、倦怠感、頭痛、食欲不振、めまい、動悸、息切れ、脱毛といった後遺症にね、つながっているのではないかとね、考えています。そしてね、そんなだるさを訴える患者さんに対してですね、退院後にですね、 D タイマーというね、いう検査をね、することがね、最近よく聞かれるようになりました。あの、新型ウイルスの患者さんに対してですね、血栓症の時などに使うね、 D タイマーの測定をね、行うとですね、もう大きな血栓があるレベルまでのね、高いね、値を示すケースが多いと言われています。 D タイマーというのはですね、ギコ反応ね、血液が固まる反応、ギコ反応というんですが、それによって生じた血栓がね、分解された際にできる最終的な分解産物、それが体の中のどこかにあると数値が高く出ます。で、一般的にはね、その正常値がね、 1.0ml とされていましてですね、10.0 以上であればですね、エコー検査などを行うなどしてね、体の血管の中にですね、大きな血栓があるかどうかをね、調べます。そんな中でですね、新型ウイルスではね、入院する段階では5から10というね、その患者さんがね、たくさんいてて、中には30から40というケースがね、70まで高くなってしまっていた患者さんもいてるようなんです。ただそのエコーの検査を行ってみるとですね、明らかにね、大きな血栓はね、見当たらないことがね、ほとんどのようなんです。そうなるとですね、脳をはじめとするね、全身のね、微細な血管、毛細血管もそうなんですけどね、そういうところに小さな血栓が多く生じているのではないかとね、考えられているというね、恐ろしいね、データがね、あります。入院時だけではなくてですね、回復期にかけてもですね、 D タイマーが上昇する患者さんもいているようなんですよ。だからその退院後にね、だるさが続いているとね、訴えてね、外来をね、受診した患者さんのね、 D タイマーを計測すると30だったというケースもあったということなんです。でもね、大体入院しているね、新型ウイルスの患者さんのね、ほぼ全ての例でね、血栓の形成をね、防ぐためにね、血液をサラサラにするね、抗ギコ剤っていうのをね、使った治療もね、並行してね、行っています。現段階ではね、まあ、回復して退院した患者さんにはですね、基本的にはあの、抗ギコ剤っていうのはね、内服してない場合もあるようなんですけどもね、今後はね、その後遺症の軽減とね、さらなるね、血栓予防のためにね、このね、抗ギコ剤っていうのはね、必要になるのかもしれません。そしてね、新型ウイルスに感染するとね、なぜ血栓ができるのかについてはですね、サイトカイン、血管内皮障害、ウイルスの S 抗原自体がですね、血栓を呼び起こしやすい構造をしていることなどがね、ちょっと考えられてるんですよ、ね、S 抗原というのはですね、ウイルスのタンパク質の表面にあるスパイクタンパク質のことでね、まあ、画像などでよく見てると思うんですけどね、あの、細胞を覆ってるこのトゲトゲになってるやつあるじゃないですか、あそこの部分のことを言うんですよ。で、そんなウイルスがね、我々の体の中に侵入するとですね、ウイルスを撃退するためのね、炎症性サイトカインっていうのが血液の中でね、上昇します。サイトカインはですね、血管の透過性をね、上げる作用があるためにですね、血液が漏れないように止血の役目を担う血小板がそこに多く集まって、血栓が作られやすくなってしまいます。サイトカインというのはですね、免疫反応のね、増強、制御、細胞のね、増殖とかね、分化のね、調節を行うタンパク質のことですね。で、頭に炎症性とね、ついた炎症性サイトカインというのはですね、炎症反応を促進する働きを持つサイトカインのことで、免疫に関与して細胞やあのウイルスっていうのをですね、体に侵入した際にそれらを撃退して体を守ってくれる重要な働きをするものなんです。要は免疫細胞のことですね。またね、ウイルスがね、血管のね、細内層、一番内側の層をね、覆っているね、血管内皮細胞をね、こう傷つけてしまうことでね、抗血栓性分子の発現量がね、低下したりですね、血小板がね、こう偽集をこう起こしやすくなって、血栓がこう形成されてしまいます。しかしね、まあ、まだはっきりとしているわけじゃありませんけどもね、そのウイルスそのものだけではなくてですね、感染によって作られたね、抗体がね、血管をこう攻撃している可能性もね、ありますし、血液の中にね、抗リン脂質抗体というね、まあ、自己抗体が出来上がって、血栓症やね、習慣硫酸などのね、妊娠合併症を起こすね、抗リン脂質抗体症候群のようなね、状態をね、招いているケースもね、考えられています。もしも感染してしまったらですね、免疫をこう調整する薬をね、使ってね、炎症を小さくコントロールしてもらうこととね、血液ギコをね、その時に検査して、適切な抗ギコ療法をね、行ってもらうことがね、まあ、後遺症を軽減
減するためにね大切だと思われます。でもね感染しないことがね大事なのでね、感染対策としてねワクチンを接種してもらったらいいんですけども、まあいろんなね噂とか考え方があってですね、心で思うことはねまあ人それぞれなので、今できることとしてはですね引き続き手洗い、うがい、消毒、マスクをね実行していってください。そんな感じでね血栓に関するねとても重要なお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。